あこちゃんさ、普段サバゲで MPL 使ってんじゃん、うん、よくそれでヒット取れるよね。ね、バネがいいんでしょうね。マジか、いや、ね、狙いがさ、マルイのエアコキ悪さ MPL です。これはホップ仕様のノーマル品。今日はアキセル嬢が山に遊びに来ているので、イエーイ、アッコちゃんに試し打ちしてもらいます。まずはノーマルから。これノーマル。引いてない。これどこで引いてるの？あれがない。あれ？あ、どっかで落としちゃったな。え、本当？マジか。40メーターの的を狙います。あー、行きまーす。はい。今当たった音がした、うん、当たった？なんか竹、どの竹かわかんないけど、あ、竹は噛んで的に当たるとボンって音がする。あ、じゃあ噛ん、噛んってどっち？噛ん竹竹、あ、うん、もう一回、もう一回、よし。え、ボンだったかな、噛んだ。あ、結構まっすぐ飛ぶね。ねえ。多分、私見えてないけど。はい。じゃあ、強化品。はーい。早すぎて見えないみたいな。ちょっと上に行ったな。あー、惜しい。惜しい？今どこ行ったんだろう。上。ちょい右上。命中。丸井のエアコキワルサー MPL の18金ホップ仕様ノーマル品、打ってみます。命中。ちょっと的より下に行きます。命中。今25段が入ってますが、 40m ターゲットまで、直進はしなくてちょっと落ちるぐらい。MPL の強化カスタムを打ってみます。
命中。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 コッキングが重くて疲れる。50メートル飛ぶので、40メートルの的は、まあ、ほぼまっすぐは飛んでるんですけど、このアイアンサイトがちょっと見にくくって、僕は使いづらい、当てづらいです。丸いエアコキ18金ホップ、ワルサー MPL の強化カスタム、ギリギリ50メーターまで直進で届かないぐらい、40メーターまではまっすぐ飛んでます。ノーマル品は測ったら40メーターまで届いていませんでした。あこちゃんさ、普段サバゲで MPL 使ってんじゃん、うん、よくそれでヒット取れるよね。ね、バネがいいんでしょうね。マジか。いや、ね、狙いがさ、うん、打たないで、うん、打たないから平気、うん、これさ、うん、サイトがこの穴のピープサイトっていう穴と、あと上のオープンサイトと2種類あるじゃん、うん、どっち見て狙ってんの、サバゲの時。あ、ピープ、私ここで見るって今聞き初めて知った。そうなんだ、うん、いつもこんなちっちゃい穴からこれ見てる。そこで相手を捉えてヒット取ってんだね。そう。どっちがあれなんだろうな。え、上の方がぐらつかない？私だけかな。俺はどっちも見にくくて当てらんないんだけど。で、あの、うん、これはもう相当古くて、うん、今時こんなの使ってる人はあっこちゃんぐらいしかいないよと思ってたんだけど、うん、インスタでこれでサバゲやってるっていう人がいるので。仲間じゃないか。仲間。その人にこの強化品を送ってレビューしてもらうことにしたから。いいですよ。はい。で、その人いずれ会ってみたいよね、うん、対戦してみたいよね、エアコキで。これでエアコキで、うん、でもこのバネ強すぎて私ちょっと引きづらい。でも引けてるじゃん。うんうん、だって調子あれ引けてない、引けてない。なんだって、ここのね、持つところが重たいの、うん、あそこね、ウエイトいっぱい入ってて、本当はね、うん、前が軽いんだけど、これ前にもウエイト入れてあるから、うんうん、全体的なバランスが良くなってるはず。あ、だからこうある程度重みがあるのか。重いからあんまりブレないっていうのがあるけどね。あ、なるほどなるほど、うん、確かに軽いとどうしてもサバゲーの時にうわーって見たら、うん、こう狙ってる時に上に行っちゃうんだよね、私の場合は特に。軽いからかな、もしかしたらダンダンダンってやっちゃうから、多分ほ、うんとね、脇締めてね。俺さっき打ってみたけどちょっと重かったな俺には。うん、私ももう右手がだいぶちょっと筋肉痛になってきそうだけど、でも男性だったら特にいいんじゃないかな、あと力ある人ね。うん、こう、じゃあインスタのポンコツ三等兵さん、これ送るのでサバゲで使ってみてください。ぜひ。はーい。